デイビッド・サーノフはアメリカ合衆国の実業家。1891年にロシア帝国のウズリアンのユダヤ人の家庭で生まれ、1896年にアメリカに渡った父のもとへ1900年に移住した。9歳で街頭で新聞の販売を始める。マルコーに電信会社に就職してサーノフはそれまでに視点間の通信を目的としていた無線を、 ラジオ放送というメディアとして利用するように進言した。1920年にエドウィン・アームストロングとの特許の契約をまとめて、ラジオに関する特許を取得する。1919年にマルコーニとゼネラルエレクトリックの趣旨で RCA が設立され、1926年に子会社としてブルート・レッドの2つのラジオネットワークから構成される NBC が誕生した。 サーノフは1930年に RCA の社長に就任した。音響設備のシステムが変革されると見越したサーノフは新たに映画スタジオ、映画館を運営する RKO を設立。これを基盤として音響装置のビジネスを設計。1932年には RCA を所有することで反トラスト法に問われることを危惧した。 GE 社が同社を手放したことによりサーノフは RCA に名実ともに君臨。RKO の株を放出したサーノフは RCA の技術力に資本力 NBC のネットワークを背景として今度はテレビの開発に注力した。万国博覧会でテレビ放送の公開実験を行った。商業テレビ運営のために受像機の製造、テレビ局の開設、 テレビ広告と手を打っていたサーノフの計画を頓挫させたのは戦争の勃発だった。50歳になっていた彼は大統領に直訴し、兵役に就くことを志願。この愛国的な行動にもかかわらず、戦後に連邦通信委員会は NBC のネットワークを分割させた。1954年にカラーテレビを発表した。1965年に事業を 息子のロバートに譲って引退して1971年に他界した。1953年第1回受賞者として IEE ファウンダーズメダルを受賞。ラジオとテレビの普及に貢献した。数多くの新技術の開発を奨励した。それらの業績に対して多数の賞が授与された。ありがとうございます。